一番飛んでた。だから数字見つかりました。疲れた。ダッシュ。今日何やったっけ、一曲目。夏バージョンはチューブの。夏を抱きしめてたよな。今日の題名何ですか、山下さん。ラストショー。ラストショー。ラストショーらしいです。なんで理事長に聞かないんですか。忘れてると思ってますか。そうそうそう。はい、皆さんこんにちは、6月は27日もう最後の月曜日ですね。はい、ね、今6時になりました。7時までの1時間ですね、NPO 法人婚活モールの幸せ宅急便、うんうん、ね、今日はもう皆様に重大なお知らせが、はい、ね、何ですかありますが、何ですか、それはまあ後ほどにですね、お届けさせていただきます。はい、今日もね、呼んでもいないんですけども、勝手に来ました、ね、勝手に突撃できました、婚活ラーのですね、婚活ラーの、はい、ですか朝と高吉さんと、いつもね山下さんで、はい、お送りしますのでよろしくお願いします、はい、ということで、まあ、あと今のねまた1週間でしたけれども、うちの事務所のエアコンが壊れたんですね。壊れてましたね、はい、完全に今日今朝はもうあのスイッチも入りませんでした。あら、まあ、昨日まではなんとか送風で風は出てたんですけども、はい、で、はい、見積もり取ったらね、4,50 万と、はい、いうことで、働けど働けど我が暮らし楽にならずということで、またですね、手弁当でまたここ 2,3 ヶ月頑張ろうかなと、思っております。今日この頃ですが、はい、はい、まずですねオープニング曲ということで夏バージョンですね、はい、はい、チューブの夏を抱きしめてお聴きください。福堂さんいますか今日。福堂さんまだ来てないかな。今でも一応5人見てるな。あ、6人やったの。うん。実はカジ君がなんかあのメール送るって言ってましたよ。お。ん？メールが来るかもしれないって。あ、そうなの。うん。すごいな。間に合うんだったら送りまーすって。これ何月からやったんだ。去年の10月だった。10月だった。もう開局と同時にやった。ドーン。これもう何回来たか覚えてないですよ。9ヶ月。おお、すごいじゃない。ゲストでは一番、ゲストと呼ばないな。こういうのな、別に 俺がお願い出てくれないですかって頼んだことは一回もないよ。ないない。俺が勝手に。なんて言えばいいんですかね。俺が勝手に。出演回数。ハイジャック。ゲスト回数ではなく。うん、ゲストじゃないね。ね。勝手に勝手に来て勝手に喋って勝手に帰ってくる。じゃあ最近の婚活どうですかって振ってもまたいい話ないからな。そうするとないから振らないでください。そうだな。振らないでください。なるほど。ザ・ワールド。一服の差は来ないんだ。工藤さんはね、忙しいのか。いやでもね、この時間お迎えとか料理してたりするから耳だけって時もある。だから聞いてるけど打てないとか多分ある可能性は。5人結構珍しい。だいたいね、2,3 多分モールのメンバーが見てるんじゃない。モールのメンバーツイキャスで見ないですよ。ユーストリームなんですよ、うん、サイマルかユーストサイマルが分かってると思う。サイマルとユーストリーム全然意味が分からないんですけど、ネットから入ればユーストリームかサイマルでツイキャスはちょっと、ね、ちょこっと横に引っ張られて。じゃあそれぞれこの1週間の出来事で何か、はい、なんか話できることありますか。1週間幸せ宅急便ですから幸せなこと、はい、幸せなことはいっぱいありますよ。僕は毎日に一緒に振らないでください。この件なんでなんだよ。幸せなことあるやろ。小さな幸せも見つけていかないと。また終わって新しい出会いが来るなと。そうでしょ、うん、スタートですよ。スタート。そうラストエンペラーでしょ。ラストエンペラー来るからね。ラストショーですか、ね、いや仕事でも何でもいいよ。仕事ですか。いや仕事でも何でもいいって。逆に理事長にどんな仕事してるの振ってもらっても逆にやりやすいではありますけど。あ、どんな仕事朝の日は、うん、あ、どんな仕事してるんですかとかそういう変な聞き方やったらおかしいから。どういう仕事さ、うん、
まあ、そういうのは福祉関係の仕事なんでしょうけどと、うん、具体的にどういう仕事ですかって、うん、でその中で幸せって何ですかありましたか、うん、じゃあそういう振り方でしょうかいや多分誰も聞いてないです。注文の多いあれですね、突撃ゲストですね、そうそう、何でも何でも何でもみたいな。素晴らしい段取りがある。これ聞こえてるんですよ、この話ね。ここはあのツイキャスとユーストリームの人だけ聞こえて、はい、あのヒロキが上げとけば。はい、皆さん今日ね、ラスのフローズの2万、うん、あ、ラスのフで、今日は俺最後初めて最後のあのー、なんだっけ、笑顔のまんま、笑顔のまんま、フルで聞かせ、笑顔のまんまフルでも聞かすので、終わる、で一応もう、あのもう普通のように残り5分22秒ぐらいに、はい、この曲5分22秒なんです。はいはい、どうしよう。でもうで流して、あ、流しますね、うん、で今日はもうあのもう皆さんに最後に、エラーをお届けしたいということで、うん、まあ、そうする曲終わります、はい、はい、5分22秒だから50分ぐらいに終わるつもりではないです。はい、改めまして、こんにちは、 NP 法人婚活モールの幸せ宅急便と、はい、いうことで、去年のですね、FM 木野川さんが開局しまして、はいはい、もう早何ヶ月ですか、さっき計算してましたね、はい、9ヶ月、9ヶ月ですね。なんか本当あっという間の9ヶ月、いやあっという間ですよ。僕も番組11月から持ってますけど、うん、もう半年いつの間にか超えてたな。そうですよね、うん、だからその9ヶ月ということは、まあ、秋冬、うん、そしてまあ春夏と、うん、いうことで、ね、まあ、一通りのシーズンを ね、この素晴らしいその宜野湾の、うん、このスタジオの方からですねの景色、はい、これもとりあえず春夏秋冬、うんうん、見てきましたけれども、うん、いつ見てもやっぱり綺麗ですね。綺麗ですね。なんいつもこの言葉がやっぱりこの景色見てると、うん、ね、言わない日はないんですけれども、うん、これをですね言うのも実は今日で最後なんですね。はい、マジっすか、はい、マジです、ね、本当9ヶ月皆さんのね、たくさんの応援のもと、うん、続けてきましたけれども業務多忙につき、はい、ということで、はい、業務に専念します、はい、専念で、今日ですね、6月をもちまして、シャース宅急便の方はですね、うん、土曜日、毎週土曜日2時の、はい、山下さんの、山下浩二さんの、はい、Are you ready じゃないね、Are you OK です、 Are you OK ですか、 Are you OK のね、スポンサーとして、はい、引き続き FM 宜野湾さんとですね、はい、タスキを引き継いでですね、はい、婚活の話もしていければなと思いますので、今度は山下さんゲストでね、はい、たまに呼んでいただければと、はい、言っていただければ、思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ本当、婚活にねまつわるお話をずっとまあ、続けてきました、うん、まあ、その中で、まあ、本当に常にね、幸せって人それぞれ、はい、感じ方もね、うん、全然違うし、ちっちゃな幸せでもやっぱり大きな幸せと感じることもあれば、うん、大きな幸せだってそれに気づかない人たちもね、うん、たくさんやっぱりおられるこの世の中、はい、まあ、この1週間の中でもさまざまなやっぱり出来事がね、皆さんあったと思いますけれども、うん、はい、山下さん、はいはい、何かこう1週間の出来事の中で、皆さんにお聞かせするようなお話ってありますか。いや、あのですね、はい、あの9ヶ月やってきたじゃないですか、はいはい、でまあ、僕も入れて8ヶ月ちょっと婚活に関わること、はいはい、まあ、僕は 100% じゃないんですけど、はい、やってきて、まあ、Facebook とかでいろいろ情報提供してたら、うん、僕の番組で婚活の話してても反応があるし、はいはい、あの Facebook の方でも反応が出始めてきたっていうのが、はいはい、まあ、いい傾向だなと思って、なるほど、ね、よかったなと思ってますね。やっぱり聞いていただいている方から、まあ、少しでもそういう反応があるとね、うん、そうですね、またモチベーションが、ね、やっぱり、ね、上がってきますからね。やっぱ婚活を文化にしたいっていうので、うん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 、一緒に頑張ってるので、うん、あのね、ドラマも2本
まあ、終わってしまうと思うんですけど、うんうんうん、始まって、はい、若干文化というか聞きやすくなってきた、はい、婚活ってどんなんなんですかって聞きやすい文化が出てきたなって思うと、まあ嬉しいなと思ってちょっと今日は婚活に絡めてなるほどね、よかったことをね、はい、ありがとうございます、はい続きましてですね、婚活ラーの浅戸さんですね、はいはいはい、はい、婚活歴は何年ですか何年ですかね多分数えたら多分多いと思いますよ婚活ってでもね、いろいろありますもんね、イベントとか、うん、あれも入れると長いですけどね、そうだね、まあ、浅戸くんは本当頑張ってる方なんですけどもね、うん、まあ、婚活とはまた別に、あの浅戸くんはあの福祉関係のね、うん、はいはい、お仕事立派な会社でね、うん、働いていらっしゃると、小耳に挟みましたけども小耳にね、まあ、ちょっとここで皆さんね、あの見ていらっしゃる方もいらっしゃるので、うん、浅戸君、あの実際自分がやってる仕事、はいはいはい、でその中で何かこう喜び感じるようなことってありますか？そうですね、多分私が言ってる多分仕事自体多分皆さん、うん、理解されてる方が多いかなと思うんですけど、うんうん、ちょ私がやってるのもあの一応ケアマネージャーということで、うん、やっぱり老人関係の、うん、まあ、中心的な、まあ、お仕事の、うん、このも、まあ、婚活モルさんと一緒なんですけど、うん、マネージメント、うん、を中心にしてる部分があってですね、うんうんうん、今日たまたまある住所さんの、まあ、ご自宅の訪問した時に、うん、あのあなたがいてケアマネージャーさんでよかったっていう、そのありがとうねっていう部分で、あ、ありがたい言葉だね。結婚したらいいんじゃないですか、ね、結婚ですかその方は男性ですか？あの女性ですね。女性ですか、はい、はあ、独身ですかその方は？あ、妻子いるんですよあ、そうかそうかそうか、でもあなたがいてくれてよかったっていう人と結婚するのが一番いいですよね、あの いつ出てくるんですかね、いついつまあ、私たちもそうだね、やっぱり婚活モールがあったから、ね、うん、こうやって出会うことができましたということで卒業していただけるね、うん、はいはい、うん、そのやっぱりその瞬間がやっぱり一番嬉しいわけですけども、やっぱり仕事って言ってもただ、ね、淡々と こなす仕事ではなくって、やっぱり人にね、喜んでもらえる、それを、はいはい、まあ、お裾分けしていただける、そしてさらにまた頑張れるね、はいはい、そういうそのスパイラルでこうやっていきたいですね。そうですね、うん、そんだけあの頑張ってる浅戸さんにもかかわらず、ね、仕事は順調でですね、で、うん、順調じゃないのは婚活だけと聞いてますけどもこれあの 痛いですよこれ、ね、なんでやろうなって本当もう本当夢に出てくるんで最近いや本当に本当にもうね、俺苦しくって浅戸さん、うん、今度こそ今度こそってこう願いつつやねやってるんだけどこれでもやっぱりね、うん、今あの地球上にいる人口って大体何億って知ってる？うん、100億100億までいかないけどねもう70億近くいるわけだよね、うん、まあそれはその70億全部の方とお会いするなんていうことではないんだけれども、実際にそうやってパートナー選んでその結婚していくっていうのはたった一人だわね、うん、まあ、もちろん一生の中で2度3度っていう人はいるけれども、でも浅戸さんはやっぱり初めて初婚だから、うんうんうん、まあ、そういう最初の人を見つける、うん、これはもうつまり本当70億分の1だよね。すごいですよね、あの人北川景子さんと結婚したの大吾さんが TSK だっけ、うん、っていう歌をその結婚式の中披露宴でさ、はいはい、あの歌って、たまたま昨日テレビ見てたら彼それ歌ったのに初めて聞いて、うん、どうせこんなチャラいのが歌ったらしょうもないんやろなと思ったんだけど結構なんかジーンときて、はい、本当にそのね、この世の中で70億分の、うんうんうん、の、 そのあなたと出会って、うん、っていうようなその文言があった時に、はいはい、ちょっと自分でもその忘れてることが、うん、あのたくさんあって、うん、やっぱり婚活って、ね、何度も言うけれどもそんな簡単に、ね、素晴らしい人と巡り合うわけではなくって、うんうん、だけどみんなはやっぱり、ね、いとも簡単にやっぱり見つかるものかなと、うんうん、でそういうちょっと錯覚をしてたりとか、すごいやっぱり希望を持って、私たちのところを訪れるわけなんですけれども、本当にその70億分の1っていうね、その本当に運命の人をこう、うんうん、見つけるっていうことは、ね、本当に本当にもう奇跡に近い。あ、そうですよね、うん、奇跡に近いけども、やらなかったら何もその奇跡はやっぱり起こりうることがない、うんうんうん、まあ、そういった
った意味ではまだ麻生さんは70億分の150ぐらい150、うん、人ぐらいしか会ってないから残りまだまだ ね、150も会ってるんですか、うん、だけどそのうちのそうなんですねまあでも半分はあの男だからあそう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 まあそれだけ、まあ、浅田さんの理想も高いっていうことなんだろうね、うん、いや高いんですかね、いや高いとは決して思わないな決して思わないんだけどもまあでも本当ねあのタイミングなんで、まあ、そういう今のねあの明るさでやっぱり頑張り続ける、うん、だけども時にやっぱりちょっと本当にもうメールこともね、うん、あるんでそういう時はやっぱり傷を癒すやっぱりねそういう時間も必要かなと、ね思う今日この頃なんですが、まあ、今日ね最後のその番組ということで、うんまあ、特にそのテーマというのはねその設けないで、まあ、フリーで話していこうかなと思うんですけれどもある意味ここ何週間ずっとそうだったっけいや一応テーマはあったよあ、ね、そうですね今日はちょっと資料忘れてきたんですよ資料がないからちょっと喋れないというね、うんなかなかアドリブが効かないタイプなんでねはい、あ、メールが来てますなんかねまたメールが来てますね、ずっとフリーはなんかあいっぱい来てますねなんかねはあ、おなんだこりゃ、あれやり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 や幸せ宅急便最終回残念です毎回楽しみにしてましたちょっと読めないで毎回楽しみにしてました婚活しなきゃと考え中です考えながら何年やば行動できるアドバイスお願いします、はい、みんな考えながら行動できてないんですよそうですねこれは、はい、あ婚活ラーがいます、はい、これは、うん、すぐ婚活モールに行くべきです行って相談すべきですいやそれはね、本当に仲人さんもしっかりしてますのでそう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 入る入らないは置いといてまず相談かなといいからそんな綺麗事は本音で語れや本音で今日はいや でも本当マジで行った方がいいですよ、ねまあ、婚活モールに限らず、うん、情報収集のためにいろんなところに出かけるっていうのは大事だと思いますねうん本当、うん、一つ今日言いたかったことはそれなのよ、うん、本当ね結婚っていうのが本当の幸せの切符じゃないって分かるよね、うん、そうなんですよね、うんうん、結婚になる人もいますからねそう本当にその結婚してからの方がうん、うん、どっちかというと何もしなければ不幸にやっぱりなっていくうん、うん、だけども結婚しなければそれも体験できない、うんうん、だけども結婚はねいろんな憲法上だってやっぱ自由なわけですよ、うんでそこに子供さんを授かる授からないだってこんなことは自由なことですよ、うんうん、ただ日本 の国は一人っ子政策とかしてましたけどそう日本の制度上、うんね、その子供っていうのは、まあ、結婚して籍を入れて、うんまあ、一般的に日本国においては、ねうん、その子供が、まあ、生まれてくるというようなものが、うん、僕らは別に習ったわけじゃないけれども、うんね、そうやっぱり思ってるよね、うん、でもやっぱりそのシングルマザーとかね、認知されてないようなその子供さんを産む方々も、うん、その多いわけでじゃあそういう人が本当に不幸かって言ったらそうじゃないと思うのね、うん、だからその生きる選択肢っていうのはいくつもあると思うけど、うん、私たちがその言いたいのはみんな結婚したくない人に結婚しろっていうメッセージを送りたいんじゃなくって、うん、本当に結婚したいと思う人がやっぱり行動するべき、うんだということをその行動する場所として私たちモールというね、うんそういう一つのスペースをその設けてるに過ぎないというようなことなんで、うん、だから、まあ、本当にね、多くの方はやっぱりその結婚したいとも考えている、うんまあ、それぞれ そのタイミングがあるでしょうけれども、うん、いつかはまあ出会いが普通に日常生活の中であるんだろうなと、うん、みんなやっぱり思ってるわけですよね、うんうんはい、思いながらやっぱりまた1年2年経ってそして、
今置かれているその生活の状況が変わったりして、うんうん、たまにやっぱりその自分が病気したりとかさ、うん、大きなそういう災害、自然災害、うん、地震とかそういったものが世の中こうあったりすると、まあ、一人でいることのね、うん、こう不安なそういう気持ちが増長されたりとか、うんうん、そこでやっぱり結婚を考え始める人もいれば、うん、あるいはその、健康だったはずの、ね、うん、そのどちらか親のね、うん、が病気になって入院したりした時に、うん、やはりいろんな介護ということだけじゃなくて ね、またやっぱり将来が不安になってきたりとか、うんうん、だから本当そのドキドキでその思ったらもうやっぱり一人じゃよりも二人だなと思った瞬間にやっぱり動き出してほしいと。そうですね、うん、だけど山下さん本当そういう情報が俺あんまりにもこの世の中少なすぎると思うのよ。そう僕も思います。これなんとかしたいなと思って婚活モールは山下架空で、そう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 、ね、ちょっと新しいチャレンジを、うん、そうですね、やっていこうということを考えてるんですが、うん、今の情報量の例えば100倍、うん、100倍の人たち、100倍の本当人たちがこのいろいろなうちだけじゃないよ、うんうん、イベントをしてる、ね、そのところもあれば、うん、もうガチガチ一対一のお見合いでっていう結婚相談所もあれば、うん、我々のようにまた新しいバージョンでこの、出会いを作ってるところもあれば、うん、だからそういうようななんかこうここを見れば全部が分かるよっていうものがさ、うんうん、やっぱり一個作りたいんだよね。そうですよね。その中で、うん、その中でやっぱりその選択をしていってもらう、うんっていうようなことであればもっと何やろな、山下さんさっき言ってくれたけどその婚活が文化、うん、別に婚活って確かに就職活動、うん、就活って、ね、いうのに習ってまた、ね、その結婚するための活動、うん、婚活って言うけれども別にこういう言葉がな流行らなくってもそうそうそう、うん、本当にそういうようなその出会いがないから出会いに来る、うんうん、そういうそのところに来れば出会いがあり、うん、その中でお互いが惹かれる者同士が、ね、うん、ひっついていくって本当自然だよね。そんなんね、うん、そうなんですよね、うん、就職活動ってよくよく考えてみたら自分が本当にやりたい仕事、うんうん、のところばっかり面接行ってるやろか。そうなんですよね。今ちょっと氷河期なので、うんうん、ちょっと妥協してるとかありますよね多分ね。そうだよね、やっぱり食っていくためには、うん、まずお金が必要っていう先が、ね、あるよ ね、 出ますよね。その生活を安定させるためにはもうそんな、ね、理想ばっかり語ってられなくって、うん、まあ、とりあえずまず働いて仕事しながらまた次っていうこともあるけど、うん、このな婚活っていうのはまず妥協がないんだよね、ある意味ね。ね、妥協したらもったいないんですよね、うんうん、婚活の場合はね。そうそうそう、うん、だからその一人の人をその見つけるためにはね、うん、もうこの人でいいやとか、うんうん、そういう思いでそのみんなひっついてほしいわけじゃなくって、うん、本当にラブラブで普通の恋愛を続けてもらって、うん、そして一緒になってもらいたいと。そうですよね、いうようなことでもう、ね、時間がもう22分だよ。一応ツイキャスから応援コメントあるので、はい、いやいやいやいっぱい来てるね。一服堂さんっていうねリスナーの方から、はい、うん、メールくれた方に、うん、慎重になるのは分かるけど、うん、考えすぎない方がいいですよと。理想と現実は絶対違うし、うんうん、まあ、その時の問題はその時に一個ずつ乗り越えてし、うん、いくしかないと。そうだよね、一服堂さんはお見合いで一発で決めた人なので、そういう人だ、うん、なので、うんうん、まあ、この人も婚活ラーだったわけですよ。うん、でもね、今幸せだって、ね、今幸せでお子さんもいて、ね、自分の好きなこともして、うんうん、でまあ、自然とね、自分、自然な自分でいられる人を見つけたみたいで。そうだね、うん、一服堂さん本当いろいろ長い間お世話になりました。はい、また違う場所でね、はい、再開したいと思いますのでよろしくお願いしますということで、一曲ちょっとね、これも婚活モールの、まあ、歌と言っても過言ではない、うん、ね、歌を今日2曲用意しておりますのでまず1曲目は、バンクバンドの糸お聴きください。女が優しいといいみたいです、ね。男は優しくならない。山下さん優しいじゃないですか。僕はめっちゃ優しいからこんな自由してラジオ。もう言わせないだって。いや、それぐらいの強さは女性は今必要だと思います。僕は、お互いに、うん、お互いに文句が言わないように持ちつ持たれつっていう。うん、
だから僕も文句言われないように家事を育児をやってこっち来て向こうも文句言われないようにお仕事頑張ってくるみたいな。偉いな。そう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 。でもやっぱ聞いてくれてる人いるんですよ。なありがたい。そうそう。俺は今度邪魔したさに乱入しますから僕鍵閉めてきますからいつになるかわからないですけど、まあでもね、でもあれですよ、僕今出会いから子育てまでなので介護までが入ったらパーフェクトなんですよいや読んでもらえる今度介護までやって、今度葬儀屋さんまで行ったらもうもうね、もうゆりかごから墓場までですね、もうその前から出会いからなのでわがままなやることをちゃんとね、わがままな分やることちゃんとしないとねっていうのは感謝の気持ちがあるから、うんうん、その分何かね、はい、ありがさせてもらってありがとうっていうのはすごく、うん、確かに。ツイキャスもね、5名ぐらい来てくれてるし、メールの人はラジオかもしれないので、ありがたいなぁと。じゃあ、佐藤君、要はその、まあなんか、うん、婚活始めなきゃいけないなぁなんて思ってて、なかなかこう、一歩が踏み出せない人に対して、何かエールを送ってくれませんか。いや、わかりました。今なら無料でですよ、何名かまで。今だったら無料で何名かは。ラジオ聞きましたって言ったら、何名でした？2人ずつでした。3名。3名ずつ。300名でもいいけど。いやいやいや、エアコンが。でも10名って言ってたじゃないですか。あ、聞いてるんだったらあれじゃないですか。最終形。何が最終形、ね、さあ、最終回です。うちまつ、うつまり、うちまつがいた。うちまつがいた。最終回なんですよ。理事長がちょっと忙しくなってですね。業務担当になるんですよ、業務担当。ちょっとね、新しいことを理事長がメインでやって、僕、フォローとしていくので。うん、そうなんです。最終回なんです。そう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 。ただ次のステップのあれなの準備だと思っていただければ、それを土曜日に伝えていくという、あの僕の番組にこう婚活がガッと乗っかる、あのスポンサーになっていただいたのでガッと乗っかる感じです凝縮版みたいな。そうそうそう、ガーンってハッチさん、いつもありがとうございますね。ありがとうね、本当ね、ありがとうね。まあ、AKB さんは今日は入っていけないけども、まあフェイスブックでやってからいいか大丈夫だと思う。いいって感じですか。みんなでもね、ちらっと覗いてくれるんですよね、いつものメンバーはね。いやでも、うん、でもあれですよ、婚活の勉強を今いっぱいしてますけど、あ、奥が深いと、うん、そうそう、もう行くときは行く成功して帰ってください。いや、まあ行くときは行くですよ、本当に。そう、それしかないもん。ちなみにどんな感覚で入ったんですか、婚活モードには。うん、多分一歩踏み出せない人と一歩踏み出せた人の差ってそこだと思うんですけど、まあ1年かかった人もいるっていう感じ。なんか多分なんかの多分 Facebook 見て、うん、で、うん、で知り合いが行ってみたらっていうか、なんか興味本心というか、ね、ただ行っただけみたいな。一服堂さん、みんな結婚するタイミングってそんな感じらしいですよ。やっぱちょっとこうゆとりとか余裕とか生活の変化をしたい時に結婚って思いつくみたいです。そう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 。でもあれですよ、自分結婚やろうかなと思ったら36ぐらいだもん、意識したの。じゃあ本気で婚活はこの3年。そう、3年ぐらい、うん。じゃあ婚活モールと共に歩んできた感じです、ね、そう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 。俺ギネスに乗ろうかなと思ってますからね婚活歴ってどっからまあとりあえずなんかそういうようなイベント出たりとか、そう、うん、ね、そうそうそう、やっぱどっか一服堂さんみたいな思い切りって大事なんですよね、うんうんうん、将来のことわからんよねみたいな。そうそうそう。だから婚活になるとどうしても条件とか将来をやっぱり、ね、あのそこは望んでもいいところだと思って。ありがとう、うん、この辺がね、はい、婚活の難しいところだと思って。そうそう、ある程度条件を求めてもいいのが婚活だと思う。あれじゃないですか、合コンとかみんな合同コンパって言うけど、うん、じゃあノミニケーション行こうって、ノミニケーションしてこうってノミニケーションだからもしかしたら出会いがいや結局だからノミニケーションだったら合コンじゃなくてノミニケーションだから、うん、ただ飲みに行こうみたいな。
まあね、婚活しようって言われると困りますけどね。そう、飲みに行こうみたいな、その婚活らの感覚をぜひぜひ。お、幸せな人ばっか見てますよはい、もうあっという間にな、はい、6時半にもうなっちゃうで。そうですね、本当に一人余計に入るだけでもう喋る時間が少なくなって、はい、本当もう悔しいな。いや、最後だ、最後だけ、最後だけ代入したんです俺ね。浅戸孝義さん、婚活ら、婚活らね、何年でしたっけ、3年でしたっけ、何年ぐらいですかね。ね、でも本気は3年目って言ってましたね、うんうん、さっきね。だから、そうそうですね、その婚活モールが本当オープンしたぐらい、そうだね、平成26年の2月やから、うん、それからねちょっと数ヶ月して入ってきたけど、浅戸さんもうちに本当になんかこう入ってもらった理由って何やったんやろ。一歩踏み出した理由、うんうん、一歩踏み出した理由、うんうん、あの階段を一歩登っていった理由とね、多分確かな、覚えてないんですけど、うんうんうん、ただ友達に行ってみたらみたいな、うん、友達は結婚者ですか。これですか、うん、まあ、結婚したんですけどね、あ、まあ、まあ諸事情があって、うん、あの巷でいうあの性格の不一致というか、うんうん、まあよくあるやつですその人の紹介なの。そう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 、そうですね。ああ、そうかそうか、はいはい、まあ、実際にそうやって素直にね行ってみたらって言われてくる人っていうのはどっちかというとやっぱり少ないんだよね、うん、割とこうこっそりとうちの階段登ってくる人多いのね、うんうんうん、あの車行き来してないかとか、うん、ね、誰かの通り歩いてないか見てないかなんてね、うん、気にしながら、そしてうちのこういうその情報はもう2年前から知ってましたよなんてね、うんうん、行こうかね、行くの予想かななんて行ったり来たりしながら2年かかりましたっていう人もやっぱりいるんだけれども、うん、2年はもったいないでそう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 、ね、2年前にもしその勇気をもう一つね一段上げて振り絞っていたら、もしかしたらそのうん、あなたのその2年の人生もねまた変わってたかもわからないし、うん、まあ、どうなのかわからないけれども、うん、だけど本当あの巷ね多くの人たちが、うん、あのなんとかしなきゃいけないなと思いつつも、うん、行く勇気がやっぱりちょっとないという、うん、行く勇気がないっていうこと自体がだからあの山下さんまだ文化じゃないんだよね、多分情報がね少なくて怖いんですよね、うん、なんか特別な場所に足を踏み入れる、うん、でもう一個やっぱり言われたのがその出会いをお金で買うと、うん、っていう、まあそれと相反する言葉っていうのがこの自然な出会いというようなことがあるんだけれども、うんうんうん、これに関してちょっと山下さんちょっとどう思うまあね、うん、結局新幹線と僕は似ていると思って、うんうん、時間をお金で買おう、うん、買ってるんですよね新幹線、うんうん、ワープみたいなもんなので、うんうん、歩いていく電車で行くより新幹線で飛行機の方がもっと早くて、うんうん、まあ飛行機の方が最近安いんですけど、うんうん、そんな感じでまあね真面目にちゃんと出会おうとしてる人が来てできるので、うんまあ、出会いの場だと思った方がいいんですよね、うんうんうん、婚活モールを成婚っていう形で卒業されていく方は結局その後恋愛に発展して、うん、何ヶ月か1年ぐらいお付き合いしてやっぱこの人だって言って結婚していくので、うんうんうん、恋愛のスタートでしかないんですよね。そうなんだよね、うん、そのうちでの出会いっていうのは、うん、出会いを求めてる人たちとの、うんうん、出会いだよっていうだけのことなのよ。そうなんですよね、うん、自然な出会いっていうのは、まあ、本当に日常生活の中でそれを出会っていくけれども、うん、まあ、その中には本当に別に相手の方が結婚を考えてないとか、うん、ね、いろんな人たちも入ってるけれども、うん、まあ、こういうところに来るのは、まあ、手っ取り早いといえば手っ取り早いし、うんうん、とってもなんか理にかなったといったら理にかなってるけれども、うん、でも実際にそうやって出会ってね、そのすぐに結婚するわけじゃないわけだ、うんうん、ちゃんと見極めもして、そうですね、ね、ね、女性だったら男性にガンガン酒飲まして、うん、ね、暴れないかとか、うん、ちょっとねチェックしとかないとね、そうそう、貯金通帳ちゃんと見せてもらったりさ、うん、まあ、本当この将来のこともう本当に普通に、うん、普通にお付き合いをしていって、うん、もうお互いのその気持ちがねもう本当離れ離れになりたくないって言った時がまたね、来ますので、うん、本当それだけのその違い、その違いで、うん、その時間を
なんていうのかな、その、日常生活は日常生活の中での出会いっていうのは、それはそれでいいんだよ、うんうん、そうそうそう、それにうちのようなところをうまくプラスアルファ、そう、付け足せる人はやっぱ付け足していった方が可能性が広がるかなっていうのと、うんうん、あと、まあ、婚活モールさんしか僕は実際知らないんですけど、うん、仲人さんのパワフルさがね、うん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 、すごく売りだと思うんですよ。あのサービスはものすごく料金を取ってもいいぐらいのサービスをあのすごく低価格でやってるので、あの応援してくれる人がそばにいるというか、気にしてくれる人がそばにいるっていうのは自然の出会いの中では出てこないので、今ちょっと世の中的に、まあ、確かに、恋愛っていうものを、ね、その今まで経験あまり経験してきたことがないような人たちがやっぱり、来たりします。今新成人の半分が恋愛して経験ないですからね。そう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 マジっすか、はい、そうそう、これ成人の日に毎年出るんですよ。本当にそういう人たちがでもただ出会いを作ってあげても、うん、本当どうしていいかわからない、うんね、そういうようなそのノウハウ本とか、まあ、ネット社会だから、うん、どういう、ね、そのデートの仕方をすればいいんだとか、エスコートすればいいんだとかってあるけれども、うん、現実的にそれ読んでそのままその実行できるわけじゃなくて、うんね、やっぱりその、うちでももう前も言ったやろ前も言った初めてのな、初めてのデートやで、うんうん、1回目のデートで那覇から名護までドライブしてやで、うん、58号線を、ね、たったたった走って、うん、途中で海も見ながら綺麗だねなんて、うん、初めてのデートよ、うんね、朝午前中そしてお昼ぐらいに着くわ、うんねうん、気持ちは高ぶっていく、うん、と同時にお腹くーってなるわな、なりますね、うん、じゃあ次お腹すくわな、うん、お腹すいたら何か食べようと言うよな、まあね、うん、そのね、何を食べようかななんて助手席で乗ってる女性は考えてるわな、うん、そうそうそう、ここまで来てもしかしてどんなとこ連れて行ってくれんやろうなって、まあね、元部まで行くとね、元部行くからなんてね、うんうん、それがやな、ちょうど58号線こう名護に入る手前ぐらいにはな、1軒目 A&W があってやな、うん、そしてその先行くとこのこっちの方にはマクドナルドがあるわなちょうどいいところにそれを見てマックにする、A&W にするってもう言われたらもう助手席からまあ確かに、うん、いいのよ別に、うんうん、悪いっていうわけじゃないけども、やっぱりそこにこのなんかロマンチックな何かをね、女性としては期待している部分もあるかもしれないので、彼何も安上がりであげようなんて思ったんじゃないんだって、たまたまね好きなものがね、うん、どこに行っていいかが分かんなかったのよ、うん、男の人は、うん、沖縄の人特に食べれたら何でもいい人多いんですよ。確かにな、だったらもう食堂で最初、ハブ食堂連れて行かれたらどうするハブ食堂、ネタとして連れていくならまだいいですけどね、まあ、それは何回目かには来たらまだいいね、こういいかも分かんないけどちょっと面白いとこあるからみたいな感じで言われたらいいですけど、普通に入られたらちょっと困りますよね多分見てびっくりしますよハブ食堂なんでいっぱいこんだけ情報もあるんだから、ちょっと海の見えるカフェとかね、うん、そういうところでこう2人でゆっくりとっていうのがまあいいんだけど、でもそういう気が利かない、うん、うん、でもそういう人もやっぱりちゃんと結婚ささんといけんわけだから、 そこがうちの仲人のすごいところよ、すごいところなんですよね、そうそうそう、結婚させないといけないっていう、やっぱりそういう人はまあ頭コツンとやっぱりやるしかないじゃん。いや体罰はしてないですけど、愛の無知です、愛の無知、そう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 、なんであの奥の部屋あれなんちゅう部屋だっけ、浅戸君うちの婚活ボールの事務所のあれ、あの幸せ卓球 の部屋、お仕置き部屋じゃない、お仕置き部屋じゃないですよ、お仕置き部屋です、あなた何回お仕置き部屋に呼ばれた俺ですか、あの数きれいぐらいね、あんた本当呼ばれて仲人には、そうそうそう、ね、説教されたよね、そういっぱいされましたよ、ね、いやでもため に,、うん、ためになってるので今そう本当に実際そこの料金を考えるとそうそう婚活モールって破格なんですよそうなんです、ということで値上げします一つ丸多くするかな、いやもう、いや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 、エアコン買えるもん、エアコン変えますね、うん、エアコン壊れたんです、急に結婚したい人ができなくなりますね、そう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 、もう暑くてって言われました、だからやっぱり
そういう人がやっぱり間に入る、うん、だから仲人なんだよね。そう、うん、本人たちも仲人と言ってほしいって言ってたし、うん、そうそう、カウンセラー、カウンセラーという呼び方じゃなくて仲人と、うん、で、うん、いいなと思ったのは100人いたら100人違うって言ってました、うんうんうんだからそれぐらいのケアがないと結婚に至らないんですよ。至らないというか、まあ、難しいんですよね、うんうん、だからやっぱり、ね、婚か成婚率ってすごい高いんですけど、それでもそれだけの努力があっての成婚率の高さなので、うん、やっぱあの若干難しいなって思いつつも、うん、やっぱ努力していくことが大事なのかなと。そうですね、うん、本当あの婚活ボールの、ね、まずちょっと門を叩いて、うんね、一回お話をしてみたいなと、うん思います。ということでもう時刻40分になっちゃいましたね、はい、うんはい、今日ですね、皆様最後に、お届けする最後といいますかね、エンディングテーマの前に、お届けする曲、うん、皆様に、お送りする曲です。ありがとう生き物語。すごいな恋愛ね。なんかめんどくさいらしいですね。めんどくさい。あのね、恋愛したことない人が言うんだと思います。恋愛めんどくさ、うん、そうって。そう、うん。したことある人はね、結構中毒性があるので恋愛って。上げてきたーって。そう、上げきたー、上げきたーって。あの上げるのは燃やしたからなんですよ。消費税増税になる。増税。10% により。あれやるからガリガリ君のような感じで社員がみんな並んで。すいません。すいません。あの某証券会社みたいな感じでしょ。まあでも本当に婚活はあの難しいなと、うんうんうん。時間はコンパクトにできるけど、うん、その分難しいし、うんうんうん、今度自由恋愛は。時間がダラダラかかっちゃうんですよ、うん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 、ゴールが見えにくいっていうか、あのいろんな人に会うので、やっぱメリットデメリット両方ともあるなって最近、まあ、結局自由恋愛に乗っていくんですけど、うんうんうん、そこがまだ文化的に根付いてないなっていうの。全面的にねバーンって新聞出したら無理かもしれないし、うん、若い頃そんな付き合ったことないからもう一回戻りたい。誰？一服堂さん。一服堂さんまだいけますよ。戻ったからってモテるかわかんないですよね。僕もなんかそういう気持ちはありますけど、同じこと繰り返すんじゃないかなっていう。ああ、今の性格だとってありますね。僕もそうですよ。やっぱりある程度年齢を超えると傷つくのが怖くなくなるというか。あの逆にね、あれじゃないですか、恋愛しすぎたら逆にも傷つくの慣れっこになったりとか、うん、っていうのは多分あるかもしれない。そうですよ、うん、なるほど。川島直美さんがいっぱい恋愛してね、鎧塚さんと結婚して幸せに亡くなっていきましたけど、うん、それも一つですもんね。そうそう、うん、若い頃の反動でみんなめっちゃ社交的ってすごいですね。どんな反動があったんだろう。ね、俺も聞いてみたいですよ、どういう反応があったか。一服堂さん、でもね、本当タイミングの出会いって本当難しいなと。そうそうそう。いや、婚活らは特に。何しゃんともらう婚活らに、最後に、はい、最後に。マジで本当に自分思うんですけど、本当に、うんうん、本当最初の一歩、うん、最初の一歩で、あなたが本当に幸せが見つけられると自分思ってるので。はい、そして皆さん、あさとさんを追い抜いていくと。そうそう、あのそうそう、俺逆に追い抜いてくださいみたいな。いや、勝負ではないですけど。すごい、ニコ動で知り合ったリスナーさんの家と思い歩いて小連れで。すごいな。それプチいいねじゃないですか、一服さん。すごいな。すごいな。でも子供ができたりすると強いかも。おお、すごいな。沖縄まで来れますよもう。あの一服さん今度沖縄に来てください。あの婚活もにぜひとも来てください。あ、沖縄まで行った。沖縄まで行った。すごい。今度は婚活モールまでお願いします。視察に来てください。視察視察視察、うんうん、多分あの圧倒されると思いますよ。圧倒されるかな。あの某カウンセラーのカウンセラーって言ったらナコードさん、ナコードさんって言うの。
はい、来てくださいよ。お金貯めなくても来れるぐらいのやつさんになりましたよ。LCC で来れるじゃないですか、ピーチとか。多分4000円か5000円ぐらい多分来れると思うんですよ。往復で行きます。京都だっけ？京都。ね。うん、じゃあ関空か。関空からというよりは神戸、うん、神戸空港がもし安いのが、ね、安いのがあれば神戸空港の方が在来線で1本でピーって来れる、うん、1本でポートライナーって来れる、うんうんうん、そう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 、そう来てくださいよ、うん、ね、あの時期外しても海そこそこ綺麗ですよやっぱ一番高いシーズンが一番綺麗ですけどそれでも綺麗なので、そうそうそう、娘さんと一緒に、うん、娘さん結婚してるんですか？独身ですか？え、聞いてみてください。まだ独身ですか？まだ学生のはずやで。そう、お迎えとか言ってるので。うん、沖縄は遠い、ほんのりないね。千葉からだったら3時間ぐらい飛行機で。中3。2時間半ぐらい。うん、やんちゃだけじゃないですか、中3か。思春期真っ盛りで中3いいじゃないですか、ちょうど沖縄来たらいい感じの時期だと思いますよ、ね、まあ、あれだな、受験があるからな、気分転換、あの沖縄、夏休みが狙い目かな気分転換っていうことで勉強させるっていうそれいいかもしれないですね。いや、これ結構手段なんですよ。あ、いいですね、受験のご褒美でもいいですし。試験行ってたんですかね、京都って。今度同じぐらいですよ、3月ぐらいですか、中3だから。うん、3月ぐらい、3月の初めぐらいだったかな、うん、沖縄はそうか、2月の中旬ぐらい、ね、終わりぐらい、うん、いやー、中3ね、私立で、都公立で2月か3月か、沖縄と一緒です。なんや、寂しくなってきたよかった。でもまあみんなね、やっぱ一応ツイキャスの人は皆さん既婚者が多かったですけどラジオでやっぱり婚活情報なかなか得られないから、そう、毎週聞いてくださった方がいたということも、最後に理事長から何かのプレゼント、プレゼント3人、男女と3人ずつ無料、そうそうそう、ラジオ聞いたよと言ったら、うん、最終回聞いたよでしょ。最終回聞いたよ、ね、聞いたよで、はい、うん、了解。誰が出てたみたいな嘘です、冗談です、うん、もう締めで入っていかないと、50分ぐらいから曲流れるので、うん、51分ぐらいから時刻6時46分、うん、回りました。まあ、今日ね、何度もお話ししてますように、うん、今日のねこの番組をもちまして、はいはいはい、かくちゃんは卒業と、はい、いうことで、山下さんは土曜日2時からの、はい、Are you ready? Are you OK? Are you OK? Are you OK? の方で、ね、婚活情報を小出しにしていきたいと思いますの で、はいね、すので土曜日2時のね、はい、山下さんのその番組ね、うん、皆さんお聞きください。まあ、生で聞かなくてもあの、はい、ユーストリームとか録画ものがあるので、そうですね、うん、はい、まあ、あの本当にあの話題的にはもう婚活の話ばっかりでね、うん、逆にこういう話でこう耳の痛い、方も多かったかと思うんだけれども、うん、本当にもう私が常に言ってるのはなんかこう当たり前の社会、うんうん、当たり前っていうのはその結婚してて当たり前、うん、結婚するのも当たり前、うん、ね、子供もいてて当たり前、うん、ね、そのためにまた活動するのも当たり前、うんうん、何か特別に何かその特別のためにやるんじゃなくて、うん、やっぱり自分の人生、うん、ね、いくつもその選択肢をやっぱり広げるためにはね、うん、毎日がその楽しい楽しいなんていうことをね、うん、絶対ないんだよね、うん、これはいつか気づくことなのよ、うん、仕事が忙しい忙しいってね、確かにお金がいくらあったとしても、うん、そんな別にお金がたくさん必要なわけでもないし、うん、それよりはもっと大切なことってあるだろうと、うん、で自分のその趣味だとかいろんなことにその時間をかけてあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりするのもこれも確かに、ね、うん、人生潤いそれを持たせる意味でもとてもやっぱ大切なことかもわからないけれども、うん、
本当それだけで、ね、その一生終わった時に、ね、ああってなんか忘れること忘れてたことないかなって言ったら一つだけ多分出てくるはずなんだよね。うん、うん、だからまあ本当あの皆さんの人生ですけれども、私たちはまあそのわずかながらのまあお手伝いしかまあできないわけで、ね、そういった意味で少しでも何か、ね、ご相談があったら婚活モール、うん、来てくださいということで、まあ、最後の番組に、ね、当たりまして、次の文言を言っていただきましたら、はい、入会金、無料にしちゃいます。おー、素晴らしい、素晴らしい、ね、ありがとうございます。何名ですか？100名ですか？はい、男性女性3名様にしてください、はい、ね、各3名様に、うん、なんて言うんでしたっけ、ん、最終回、あ、最終回聞きましたと、はい、最終回婚活モールの幸せ宅急便、婚活モールの、ね、幸せ宅急便最終回聞きました、うん、っておっしゃっていただければ、うん、ね、もちろん最多者ダメよ、ね、婚活頑張りたいなって、あのね、来ても断られちゃいますにはもう無料で本当にご入会していただいて、うん、活動していただけるようにね、していただきたいと思いますので、階段登るポイント、階段があって2階なんですけど、うん、ポイントは私は業者だと思って登ってください。まあ本当あの入ってしまえばなんかこう皆さんがイメージしているような場所とは、うん、みんな違うってね、あのおっしゃってもらうし、まあ1回目は緊張するけども2回目はもう緊張しませんっていうのがね、皆さんおっしゃってますから、はい、ということでもうね、今日はちょっと最後にね、いつもエンディングで流してる、あのビギンさんの笑顔のまんまですね、さんまさんのモデルに作った曲、はい、これ実はエンディングでずっと流したんですけども、うん、本当はこれみんなに聞いてもらおうと思ってBGM にしてましたからね、もう完全に BGM 化してたので、うん、今日はねもう最後に当たりましてちょっともう全部ね、聞いていただきたいなと思って、うん、早めにね私たちこの場からは卒業させていただきますので、はい、本当ね、あの短い間9ヶ月間でしたけれども、ね、うん、本当に何十万何百万何千万、ね、の1億4千万人の、ね、本当にたくさんの、リスナーの皆さん本当ね、ありがとうございました。またあの山下さんの土曜日2時、そうです、ね、Are you ready? Are you okay? の番組で、ね、また婚活のお話させていただきますのでよろしくお願いします、はい、じゃあ最後に山下さん、浅野さん、はい、はい、リスナーの皆さんにご挨拶お願いします。はい、一応ですね、あの婚活モールの意思を引き継ぎながらですね、はい、今やってる番組でもう僕も婚活情報をどんどん知ってもらって知ることで不安を軽減させていきたいと思ってますので、まあ2時って聞きづらい時間かもしれないんで、まあ録画でもいいのでぜひ耳にしてもらって、より婚活を身近にしてもらえば、先ほどメールの人が一歩踏みとどまってたのがもう一歩踏み出しやすくなるのかなと思うので、はい、プラスあの婚活したいなっていう人にもちょっと紹介してもらえればなと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、じゃあ、呼びもしない浅野さん手短にお願いしますね。はい、はい、ですね、はい、まず頑張ってみましょうっていうのが、うん、第一歩ね、はい、もう それだけです。はい、わかりました、はい、ということで、もう今ねエンディング流れてますけども、皆さんにね永遠のその笑顔が、続きますように、うん、ということを願いまして、笑顔のまんま、うん、お聞きになりながらこの番組で、終了させていただきたいと思います。本当に長い間ありがとうございまし ました。皆さん素敵な出会いがありますように、一服堂さんから本当に。どうもありがとう。これ改めてちょっと挨拶に来るからね、はい、すみません、これもあるんだけど、俺も7時から打ち合わせがあるからすぐ帰らないぐらいでだからこれ今日したんだけど、もう山下さん行くよ俺。あ、はい、ね、朝の時もちょっと行くね。